はい、皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ちょっとトライクの洗車の方をちょっとしていきたいかなと思っております。で、しばらくですね、トライクの方のね、洗車っていうのをねしてなかったのでね、洗車の方していきたいと思います。で、僕の場合はね、オーディオ系とかね、ちょっと積んでいるところがあるので、まあちょっと濡らしたくない部分もありますので、水洗いの部分と水洗いしない部分と洗車の方していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはシャワーで余分な汚れやホコリを落としていきます。白は意外とパッと見汚れてない感じがしますけど、よく見ると意外と汚れているもんですね。フロントタイヤの汚れも落としていきます。次はリアのタイヤ、右側からあとトライク部分に向けてまた汚れを落としていきます。シートの下にアンプが入っているため水をかけるのはやめておきます。それではシャンプーの準備をしていきたいと思います。今回はオートバックスで購入したザ・シャンプーを使っていきます。シャンプーで洗えない部分はウェットシートを使っていきます。それではシャンプーを作っていきたいと思います。シャンプーはキャップ1杯で水4リッターぐらいの水を足して泡を作っていきます。僕がこのシャンプーを選んだ理由ですけど、研磨剤を含まないクリーミーな泡立ちでボディを傷つけないカーシャンプーということなので、値段も安くていいんではないかと思ってこのシャンプーを選びました。それではリアのホイール部分から洗っていきたいと思います。まあ僕の場合はホイールから洗って、あとタイヤを洗うっていう感じがイメージですね。次にホイールの内側も洗っていきます。次は右のリアのホイールを洗っていきます。手順は先ほどと同じ手順で洗っていきます。ホイールが洗い終わったら、次はフェンダーカバーを洗っていきます。次はトライク部分のカバーも洗っていきます。同じく右のフェンダーも洗っていきます。一旦リアの泡を水で流していきます。次はフロントも洗っていきたいと思います。メッキ部分は特に目立つのでまんべんなく洗っていきます。反対側も洗っていきます。タイヤのフロントカバーも洗っていきます。フロント、ヘッドライト、ウィンカー部分を洗っていきたいと思います。フロント部分をシャワーで洗い流していきます。それではエアーで水を吹き飛ばしていきます。エアーで吹き終わったら乾いたタオルで拭き取っていきます。
シャンプーで洗えなかった部分はウェットシートできれいに掃除をしていきます。とりあえず拭き作業が終わりましたので、メキ部分を今度は磨いていきたいと思います。今度はシュワラスターのレザーケアフォームでシートを磨いていきます。はい、洗車の方完成しました。はい、皆さんどんな感じでしょう。ちょっとね、だいぶ夕方になってちょっと見にくいと思いますけど、だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。はい、洗車の方終わりました。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回は僕のトライクね、清掃の方してみました。いろんな洗い方ありますけどもね、もしね参考できるとこあればね、参考にしてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。またツイッター、インスタから DM であなたのトライクに関するお悩みを個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。